飯能市役所インフォメーションです。三津飯能スタンプラリーは8月31日まで開催中です。飯能のスポットを巡りながらぜひご参加ください。三津飯能スタンプラリーは飯能市のご当地アプリで参加できる期間限定のスタンプラリーで、8月31日土曜日まで開催しています。このスタンプラリーでしか手に入らない飯能ならではの景品もあります。今週がラストチャンスになりますので、飯能市ご当地アプリをインストールして3つのラリーポイントへお出かけください。参加方法は、飯能市ご当地アプリをインストールしてアプリのトップ画面左下のスタンプカードからスタンプラリーを選択します。アプリ内でラリーポイントの QR コードを読み込むと電子スタンプが押されます。ラリーポイント3箇所のスタンプを集めると、飯能駅構内にある観光案内所フラット飯能で景品がもらえます。ラリーポイントはメッツァビレッジ内のソグベルク、東部ヤンソン、あけぼの子どもの森公園内のカフェプイストと、飯能河原エリアの割れ岩橋、ステージ広場、市立博物館キットスのうち1箇所です。景品は、東部ヤンソン、あけぼの子どもの森公園のオリジナルクリアファイル、または選べる豪華な景品です。選べる豪華景品はご覧の通りです。景品はなくなり次第終了です。景品交換期間は9月9日月曜日までです。9月は防災月間です。避難情報などに関する警戒レベルについてお知らせします。西日本における平成30年7月豪雨では、避難情報や警報、土砂災害警戒情報などの防災気象情報が発信されましたが、その危険性が十分に理解されず、多くの人が情報を活用できない状況でした。この教訓を踏まえ、住民が情報の意味を直感的に理解できるよう、避難情報や防災気象情報を5段階に分けて、住民の避難行動を促す警戒レベルの運用を始めました。今後、警戒レベルに基づく避難情報などを市が発令した場合は、ご覧の表に基づく行動をとってください。警戒レベル1は、早期注意情報を気象庁が発表します。皆さんは最新の防災気象情報などに留意するなど、災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2は、大雨注意報などを気象庁が発表します。皆さんは避難に備え、ハザードマップなどで災害の危険性のある区域や避難場所、避難経路、避難のタイミングの再確認など、自分の避難行動を確認しましょう。警戒レベル3は、避難準備、高齢者等避難開始を市が発令します。避難に時間のかかる高齢の方や障害のある方、乳幼児などとその支援者は避難を始めましょう。その他の方は、避難の準備をしましょう。警戒レベル4は、避難指示、避難勧告を市が発令します。速やかに避難先へ避難しましょう。公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。なお、避難指示は緊急的に避難勧告発令後に避難を促す場合に発令されるものです。警戒レベル5は、
災害発生情報を市が発令します。すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動を取りましょう。市は様々な情報をもとに避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情報と同レベルの避難情報が同時に発令されるわけではありません。また、避難情報などが発令されていない場合でも、防災気象情報などを参考に身の危険を感じた場合は避難するようにしてください。9月1日は防災の日です。もしもの時、自分や周りの人を守るためには日頃の準備が大切です。台風などの風水害、土砂災害、地震などの災害はいつ起こるか分かりません。災害から命を守るには、災害発生前の早めの避難が何よりも大切です。激しい雨が予想されるときなどには、市から避難情報を発令する場合があります。ご覧のテレビやラジオ、市の情報発信サービスなどをご利用ください。災害に備え、ご覧の事項にご注意ください。住んでいる場所が土砂災害の危険区域に指定されているか、土砂災害ハザードマップなどで確認しましょう。日頃から避難場所や経路、安否確認方法について家族や地域で話し合いましょう。雨の降り方などに注意し、テレビやラジオで気象情報を確認しましょう。山鳴り、木の裂ける音、異常な匂い、川の濁りや増水など、普段と違う現象に気づいたら、外の安全を確認し、すぐ避難しましょう。災害が起きたとき、高齢者や障害がある方など、自力での避難や情報収集が難しい方は、災害時要援護者リストにご登録ください。市では災害時に適切な支援を受けられるよう、事前に情報を登録していただき、自主防災組織、民生委員、児童委員などの地域の支援者、警察、消防などと情報を共有しています。災害時要援護者リストの対象となる方は、ご覧の1から8の在宅の方で、自力で災害から身を守ることができない方です。リストに登録を希望される方は、自治会の回覧などでお知らせしますので、登録書を提出してください。飯能市役所、インフォメーションをお送りしました。